こちら大阪から来た川木さんも2時。さあ今日初登場川木さん、唯一2回戦行きました。後ろからは青いマシンですね。おっと止まってしまった。ピンクの2コースどうした。ちょっと会場の入場制限の関係上僕しかいませんけども、大阪大会ではね準決勝ぐらいまで行ったらしいので、さあ2レーン緑のレーンですね。いいスタート。スタート。1位。あ、勢いよく飛び出してきた。2コースと5コース、5コース連携しながら、今1位ですね。クリアしたの。これはお手つきですね。これあ結構さあ残った4台のマシン、トップは今あ5番ですね。1番を超えてきます。2コース、その2コースの後ろを追い上げている3台のマシン、後ろから上がってきているのは3コース。次藤山超えれば、藤山超えればいけますよ。続いてくるのはどのマシンか。さあ来るよ。ここでトップの2コースがレジンをクリクリア。さあこれはすごい。そして後ろからは4コース。おっとその後ろのマシンが止まってきた。強い今。さあラスト1周となった2コースが今無事に戻ってきた。すごい。いやちょっとぶっちぎりですね。めちゃめちゃ速いじゃないですか。いやかっこよかった。いやもう藤山も綺麗に超えてましたよ。バッチリですね。いやこれねみんなに見せたかったですよ。いやどうしたんですじゃないよ。もう長いんですよ。見たわかるでしょ。チャンピオンとこんだけ待てたって言ったんですよ。ちょっと待って。いやね、いやそのあれ準々決勝そうですよ。見して、タダダくちゃんと。これ、はい、タダダくんいった感じの、取れました。ダントツよ。マジで綺麗な勝ち方。いや、ほんとね、見したかったもん。だから今までの俺らの動画のにない綺麗な勝ち方だったよ。3時40分。あ、でももうすぐですよ。でもメディアレースが終わってからすぐですよ、はい。いや向こうで多分向こうでねチャンピオンとかやってんのよ。もう好きだな。準々決勝行きましたけど多田さんどうですか。羨ましいです。ジュニアクラスとオープンクラスの2つのクラス同時進行で決勝戦を行っていきます。ですね、オープンクラスの選手完全に速度の問題になってきましたね。うわーマジで惜しい。さあジュニアクラス決勝。あーもうほらさよならって言ってるよ。もう君たちは負けだと君たちは負け組だと